こんにちは、角川スキー総研の遠藤です。今日作るのはこれです。1999年に発売されたソニーの相棒 ERS110、これを作っていきます。これを買った時にですね、ピンポーンと玄関で鳴って出てみると、ペリカン便の人がロボットをお届けに上がりましたと本当にそう言ったんですよね。時代が変わったなぁと感じた瞬間でした。最初は歩くのもやっとなんだけど、飼い主とのやり取りによってそれぞれ違った育ち方をする、機嫌を損ねると飼い主の呼びかけにも全く応じなくなる。アイボはピンク色が好きなので、ホストペットのピンクのティディベア、モモのぬいぐるみも大好きでしたね。音階言語、撫でたり叩いたりといったスキンシップ、それから40種類のコマンドもあるんですが、基本的に自律的に、勝手に動いちゃうところが特徴でした。スリープモードから揺り起こすか、8時間で起きるようになっていました。愛情欲、探索欲、運動欲、充電欲というものがあるというふうに設計されていたそうです。アイボの原型は1997年に米国で開催された自律型エージェントの学会で OpenR というロボットアーキテクチャとともに発表されました。ソニーの D21 ラボの土井俊忠さんが2000年までにこれをベースにした家庭用のロボットを発売するぞと発言され注目されました。一般の家庭向けに発売ということで、トランジストラジオとかウォークマンで我々のライフスタイルを変えてくれたソニーが本気でこのロボットの市場を作り出すんだということをもうひしひしと感じましたね。コンピューター業界人的に見ると、自律型エージェント、オートノマスエージェントを目指したところがやっぱりすごかったんですね。自律型エージェントというのはどういうものかというと、命令しなくても動く、決められた問題以外にも対応できる、それぞれの個体が個性を発揮して協調して動く、それから学習する、さらには感情や揺らぎもある、寿命はあるんだけど世代を超えて進化できる、これからのソフトウェアはそういうものであるべきだとソニーは考えたんですね。実際のコンピューターの歴史を見ると、その後アップルもグーグルもマイクロソフトも、ずっと現実的なソフトウェアを作り続けていったわけですけど、ということでできました。アイボは自律型エージェントとしてはその目標の半分ぐらいを実現したと言われていますけれども、今21世紀になって AI が向かっているのはこの方向かもしれません。人と共生する、人とコミュニケーションするロボット、今だとそんなに驚かないですけれどもね、ソニー製ではない、ソニー生まれであるなんてキャッチフレーズもありました。人とデジタルの関係を考えさせる製品でした。来週もやります。見てください。